ブリの照り焼き焼き酒、年取り魚は大味噌か、年越しの食事につける魚、年越し魚、正月魚ともいう。糸井川静岡構造鮮魚は、新事や祭事の供物として欠かせない縁起物であり、それを年越しの際に用意するという年取り魚の風習は、今日のような物流体制が整う、遥か以前の時代から受け継がれてきたものである。かつて海沿いから離れた地域では、 魚料理を口にできるのは正月くらいのものであったという。低温流通技術が発達する以前は塩造品の塩酒、塩ブリが用いられた。年取り魚としては東日本では、酒、西日本ではブリが多く用いられる。その境界線は糸井川静岡構造線にほぼ一致すると言われ。 その境界線上に位置する長野県では県を東西に二分し、東側の長野市では鮭、西側の松本市ではブリと大雑把に混在している。栄えるに通じる鮭、出世魚のブリはいずれも縁起物として知られる。その他、青森県ではタラ及びタラコ、三陸では小餅のなめたがれいを用いた煮物や汁物が用意される。また、長野県佐久市では、 地元の特産品である声を用いるよう、市が呼びかけたことがある。ありがとうございます。